OK ということで、それでは参りたいと思います。サテライトキュンキュンの皆さん、どうぞ。中学1年生の石森真希です。おー、12歳ね。あ、年長さんかな。うん、一番この中でね。
はい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 。なんか変なのがいますね。なんか動いてますね。おいくつですか？高校3年生18歳の中山かなえです。それ一緒じゃないかな。ちょっと待って、18歳？サテライト研究って何歳まで入るの？何歳まで、ちょっと聞いてます。あと1人、あ、あと1人じゃねえ。年齢とお名前は？中村愛香です。22歳です。おい、そういうことや。平時やないか。ごめんごめん、あの、絶対言っちゃいかんと思うけど、この中で一番年取っとやねえか、お前。いや、俺あの、ボケで、あの、子供ばっかりやから、この後一杯どっか行くんすかとか聞こうと思ったら、いける年齢が。びっくりですね。全然飲めるんですよ。かわいいですもん。え、なるきさんは、はいはい、この左右の二人も教えてるんですか？いや、まさか教えてないんですよ。私が教えてるのはこの真ん中の、あの、可愛いちびっこたち。ちびっこたちですよね。ちなみに佐藤さんはいくつでしたっけ？私二十歳です。ああ、二十歳ね。ちょっとどうですか、どっちの方が年上に見えますか？ちょっと待って、ちょっと待って、なんかおかしなこと言ってるよ、ここ。どうなってんの？あの、なんかね、その辺ちゃんとね、こうね、なんか筋をちゃんと通してもらうとね、ちょっと設定がブレブレだよね。若いよりも若いサテライトキュンキュンって言ってるのに、飲みよ。そうですね。だってこのステージ言ったら、僕一番年上なんですよ。2番目ですからね。そうですね、2番目。いや、十分若いんですよ。若いんですけど、ちょっと出る場を間違った。でも全然違和感なかったですよね。まあまあ、違和感なかった。そうですね。可愛い、可愛かったですね。ねえ、今のうちですよ。嬉しいよ。いやー、でも本当、でも違和感なかったですね。本当可愛かった。前もってちょっとね、情報聞いとかんとちょっとわからないとね。そうですね。いや、本当に知らないとびっくりしましたよ、絶対。ねえ、ちょっとこういう気持ちを代弁していいですか？はい。一番上じゃなくてよかった。そうね、まだギリギリ10代だったからね。ギリギリと思うなよ。おい。いや、ちなみにそのサテライトキュンキュンのみんなは今後そのどういった、ね、路線というか、まあ、本当にキュンキュン目指したりとかしてるのかな？目指す。おお、あ、やっぱみんなキュンキュン目指してるんだ。あ、じゃあね、そうやね、 お隣のお姉さんたち見習って頑張らな。ね、うん、ね。ねえ、じゃあぜひぜひ頑張ってください、うん、はい。サテライトキュンキュンの皆さん、ありがとうございました。ありました。大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。